浜口義弘は、バイクレーザー兼、浜口レーシングチームオーナー。三重県生まれ。鈴鹿8時間耐久レース出場オーバーレーシング。鈴鹿8時間耐久レース出場オーバーレーシング。鈴鹿8時間耐久レース出場アズハウスレーシング。鈴鹿8時間耐久レース出場ウィーブ・三原レーシング。三原ラ子監督カナダ。スーパーバイクチャンピオンシップ出場カナダ。 スーパーバイクチャンピオンシップ出場。この年より、自らのチームを立ち上げ、監督兼レーサーとして、活動を開始する。オーストリアのオートバイメーカー KTM、日本法人の KTM ジャパンとタンクを組み、さらなる活動の幅を広げている。秋田書店、ヤングチャンピオンで連載、爆音。漫画香りごと、未満なコラボ参戦を開始する。フランスルーマン24時間耐久レースへ、 日本人として世界で初となる板バイクを登場させた。バ音クオンのキャラクターと共に現地メディアで話題になる。マシンはフランス現地鈴木 GSXR1000。フランスから帰国後現役引退を発表。鈴鹿8時間耐久レースには選手として13年連続13回の出場を果たした。鈴鹿8時間耐久レース出場。 KTM 浜口爆音レーシング、ありがとうございます。